準備が整っているようなので、いよいよメガボッツ日本お披露目をしたいと思います。でカウントダウンをですね、ここにいる皆さんでカウントダウンを一緒にしていければと思いますので、皆さんも数えていきましょうか。じゃあアンリーからゴーと。じゃあカウントダウンいきましょうか。いきましょう。5 OK カウントダウン Let's start 5 4 3 2 1 GO。これいいのかな。でですね、ここからですね、メガボッツ今実際このサイズになってるんですけど、実はこれもっとでかくなるんですね。でここからちょっと動かしていきたいと思います。デモンストレーションを行いたいと思います。そうですね。あ、で皆さん、このメガボッツのデモンストレーションの後にですね、乾杯を行いたいと思うので、グラスなどをお持ちいただければなと思います。そうですね。でも乾杯やってないからって飲まないでくださいってわけじゃないですか。あ、どんどん飲んでください。はい、もうガンガン飲んでもらえます。ガンガン飲んで。西田さん、これメガボッツどんなことが本当は動きとしてはできるんですか。本当はですね、皆さん向かってですよ、皆さんから見て左手のまあ、手って言ったらいいのかな、これ、うん、アームになんかついてますよね。間違って武器じゃないですよ、うん、武器じゃないです、うんうんうん、こっからはペイント弾が出ますけど、まあ、結構野球経験者でも取るのが難しいくらい剛速球が出るんで今日は出ないですよね。だから今日向かって左手の手は出ません、はい、右手の20個筒がついてる、はい、右手って言っても皆さんから見て右手ですよ、うんはいうん、あれ20個筒がついてるんですけど、あそこからは平和的に T シャツを丸めたものを80発一度に撃つことができますが、今回は安全上の理由で、撃ちません。撃ちません。撃たないかい。でも明日撃ちます。明日撃ちますね。明日撃ちます。はい、出てきましたよ。みんなさん見てください。出てきました。出てきました。やばいですね。